兄貴のような心持ち菊池寛氏の印象「自分は菊池寛と一緒にいて気づまりを感じたことは一度もない」と同時に退屈した覚えも皆無である「菊池となら一日ぶらぶらしていても飽きるようなことはなかろうと思う」「もっとも菊池は飽きるかもしれないがそれというのは 菊池と一緒にいるといつも兄貴と一緒にいるような心持ちがするこっちのよいところはもちろん了解してくれるしよしんば悪いところを出しても同情してくれそうな心持ちがするまた実際過去の記憶に照らしてみてもそうでなかったことは一度もないただこの弟たるべき自分が時々向こうの行為にもたれかかった、 あるまじき勝手な熱を吹くこともあるがそれさえ自分に言わせると兄貴らしい気がすればこそであるこの兄貴らしい心持ちはもちろん一部は菊池の学食がしからしめるところにもそういない彼のカルチャーは多方面でしかもそれぞれに理解が行き届いているが 菊池が兄貴らしい心持ちを起こさせるのは主として彼の人間のできあがっている結果だろうと思う。ではその人間とはどんなものだというと一口に説明することは困難だが苦労人という語の持っている一切の俗形を洗ってしまえばまさに菊池は立派な苦労人である。その証拠には自分のごく 平好んで悪辣な弁舌を労する人間でも菊池とある問題を論じ合うとその議論に勝った時でさえどうもこっちの言い分に空祖なところがあるような気がして一向勝ち映えのある心持ちになれないましてこっちが負けた時はものの分かったおじさんに重々ごもっともな意見をされたような。 甚だ民ななだちになるいずれにしてもその原因は思想なり感情なりの上で自分よりも菊池の方が余計苦労をしているからだろうと思う。だからもっと非勤な場合にしても実生活上の問題を相談すると誰よりも菊池がこっちの身になっていろいろ考えをまとめてくれる。 このこっちの身になるということが我々ことに自分にはマネができない。いや実を言うと自分の問題でもこっちの身になって考えないということをウチウチ自慢にしているような時さえある。現に今日までたびたび自分は自分よりも自分の身になって聞く地に自分の問題を考えてもらった それほど自分に兄貴らしい心持ちを起こさせる人間は今のところ天下に菊池寛のほかは一人もいない。まだ他に書きたい問題もあるが菊池の芸術に関しては帝国文学の正月号へ短い評論を書くはずだからここではその方に譲って書かないことにした。ついでながら、 菊池が新市長の同人の中では最も良い父で勝つ夫たることを付け加えておく。